栃木の名店も訪れて美食を巡る栃飯。宇都宮市下栗、平成通りから少し入った通りにあるハンバーグ専門店、アメリカ食堂トナーズダイナー。アメリカンテイストの店内は、年に一度は必ずアメリカに行くほどアメリカを愛するマスターが現地で買い付けてくる雑貨で溢れています。少し時代を感じる独特な佇まいが大人気のお店です。アメリカの50年代60年代の、古き良きアメリカの雰囲気でやっていきたいなと思って、初めてのお店です。提供するハンバーグのお肉は旨味が強いアメリカ産の牛肩ロースを使用。これをブロックのまま丁寧に引き、粗挽きと細挽きをブレンドして、つなぎなしの牛肉 100% のハンバーグに。鉄板で表面を焼き、肉汁を閉じ込めたら、オーブンで中までゆっくりと火を通します。付け合わせにマッシュポテト、コーンを添えて、特製の醤油ベースのステーキソースと卵をたっぷりと使ったタルタルソースをかけて完成。トナーズダイナー自慢の人気ハンバーグ。この料理が生まれたきっかけは、最初は違う料理で使っていたタルタルソースなんです。ハンバーグにかけたのが始まり。どんどん人気が出て、今では一番人気になるようになりました。アメリカンなマスターが作る絶品ハンバーグ、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。